昨夜、秋田市の土崎地区で熊と思われる動物が目撃されました。警察が周辺の警戒を強化しています。こちらの図書館の駐車場で熊のような動物が目撃されました。昨日まで熊が居座っていたスーパーからはわずか800メートルほどの距離です。秋田臨港警察署の調べによりますと、昨日午後7時50分ごろ、秋田市土崎港中央の土崎図書館の近くを通りかかった10代の男性が、駐車場に熊と思われる動物がいるのを目撃しました。体長はおよそ70センチから80センチで、男性は恐怖から熊かどうか正確には確認できず、逃げた方向も分かっていません。いや、こういう駅前なんかのようなところにも出るんだというふうに思いました。入館された方に周知のためにちょっと注意してくださいという張り出しをしようと考えております。現場は JR 土崎駅のすぐ近くで、今朝の通勤通学の時間帯は警察が周辺の警戒を強化しました。土崎駅からおよそ400メートルの土崎小学校では、昨日に引き続き保護者への送迎を呼びかけ、登校時間を45分長くするなどの対応を取りました。外での活動はすべて取りやめることにしています。先月中旬以降、土崎地区や飯島地区など秋田市の北部では熊の目撃が相次いでいて、県が注意を呼びかけています。